2010年の指数をインフォグラフィックに表したもの世界寄付指数ワールドギビングインデックスはイギリスのチャリティ団体チャリティスエイドファンデーション及びアメリカの世論調査企業ギャラップの調査による人助け、寄付、ボランティアに関する指数2010年から発表されている本指数は下記の行動をここ数ヶ月以内に行ったかどうかのアンケート調査を世界各国で行い その回答結果を処理し指数化したものである。ギャラップ社が2013年に世界135カ国にて調査を行い、アメリカとミャンマーがスコア64%で同率1位となった。なお、G20 諸国の中で上位20位に入ったのはわずか5カ国である。日本は90位となり、東アジア、東南アジア、南アジア諸国内では、 中国カンボジアに次いでワースト3位となった。直近の2018年度においては日本は寄付指数に関しては144カ国中99位になっている。人助け指数は142位とワースト3位。ボランティア指数は56位だが総合順位では128位となっており、どちらにせよ再開グループに近い状態に変わりない。 2014年版における上位20カ国の順位、総合指数を下記に示す。2013年版における上位20カ国の順位、総合指数を下記に示す。チャリティスエードファンデーションワールドギビングインデックス2014。2014年11月18日閲覧。チャリティスエードファンデーションワールドギビングインデックス2013。2014年11月18日閲覧。 2013年版で上位20位にランクインした香港、カタール、ノルウェー、リビア、スイスについては調査されていない。ありがとうございます。